できますよね。はい、思い切りのいいバッティング、初球打ち取ってスリーアウトで点を握ることができました。うん、そうですね、ここはビッグイニングを作るつもり。初球打ちヒットになった。初球打ち、この当たりはどうか、ヒットになった。セントランナーが一塁です。バッターは岡本。初球打ち伸びていく、どうだどうだ、ワンバウンドヒットになりました。うまく使いたいですよね。そうですね、左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。これで打ちました。これはどうか、ヒットになった。一塁決定2です。取った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。絶好打者続きますね。変化球打っていった、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンドバウンドで三塁に向かう。打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ。ですから、まあ、できるだけね点差を広げておきたい。初球打ち、センターへ、伸びがありません。ここはフライになっています。西川センターフライに倒れています。前の打席はヒットになっている。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、レフト見送った。赤星さん、いきなり立ち上がり捉えていきます。インサイド落ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになり、2打席連続となる先ほどのホームラン。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸び、初球打ちヒットになった。ファーストランナー先ほどの打席はセカンドゴロに倒れて、ライトホームを流しました。これ一二塁間を破る、打つかどうかっていうのは重要ですよ。なるほど、打ち上げた、これはどうか、さあバックホームするか、掴みました、ホーム。はーい、今日はいい調子で来てますからね。初球打ち、ヒットになった。打ったバッターは、バッターは山田。先ほどの初球打ち、左中間に強い打球、この当たりはどうか、スタンドには届きません。得点圏にランナーは残した状態。初球から打っていった、センター前進、ワンバウンドセンターの前に落ちる、バックホーム。そうですね、なかなか狙い球もね絞ること。初球打った、大きな打球だ、掴んでワンアウト、アウトになっています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。点に送っています。まあやっぱり先にピンチを絞る。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁よ。さてバッターのディカーソン、どのようなタイプのバッター。取った、さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁、連打でチャンスを広げた場面となっています。打ちました、中野二塁へ、セカンド幸先がいいですね。後のバッターも続き、打ちました、これはどうか、レフトライナー掴んでスリーアウトチェンジです。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターです。右中間へ持っていった、これは大きな打球、ライトセンター見送った。柳田しっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあ初球打ち、これはどうか、レフトライナー掴んでワンズワンでした。バッターボックスには近藤、初球打ち伸びていく、どうだ、入れば同点、入りました、ホームラン、同点のツーラン。7打数57安打という成績を残しています。2球目落ちました、ライトに強い打球、この当たりはどうか、ライトオーバー、甘い球に見えましたが空振り。レフトに持っていった、大きな打球だ、逆転なるか、入りました、ホームラン、今宮、いやヒットでランナーを一塁に置いています。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。白球高田が初球時左中間に落ちました。これで感じです。打ちました、痛烈な打球、ライトに大きな打球、伸びていく、どうだ、先ほどの打席は内野フライに打った、真ん中打ちました、ヒットになった。
ワンアウトランナー一塁となりました。前のシーズンは125試合に出場、初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ですからね、ここでも期待できるんじゃないですか。バッター、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回ってファーストで先発出場です。ここは有原、初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーしてくるでしょうか。バッターボックスには外が入り、2球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。サードランナーホームイン、2塁へ送球するです。打ちました、ヒットになった。3塁を回っていく、しっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、どうか、やはり相手ピッチャーとしては嫌な感じなんでしょうか。2球目打ちました、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。さきたいですね、あとになるほど難しくなってきました。ライトへ持っていった、面白い当たりになった、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー2塁、真ん中打ちました、まさきが抑えて3アウトチェンジです。スライダーにやられちゃったんですよね。初球打ち、宇宙間へ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。3番の杉本がバッターボックス、今日はいい当たり、これは大きい、伸びていく、どうか、真ん中の中左中間、今度はライト方向へのホームランを放っています。打ちました、いい打球だ、高く上がった、ライト下がっていく、下がっていく、ライトます。さあバファローズ追加点のチャンスを、ライトへ持っていった、これは面白い当たりになった、掴んだ、ホームへ、犠牲フライ、行った方がいいでしょうね。そうですね、打ちました、いい当たり、打球はセンター、センター弾く、ボールを拾って、これで打ちました、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド番手、三塁に向かう、ライト方向を流しました、これはどうだ、ライトの前に落ちました。やはり先制点を取れると気持ちも楽になりますからね。打ちました、さあどうだ、ヒットになった、サードヒットを放っている3番のイチローがバッター、打ちました、ヒットになった。ここは手堅くを振ってくるという形になるんでしょうか。工藤さん、初球打ち、高く上がった、これはどうか、レフトが追いかけますが頭を越えます。昼間、今日はここまで2安打です。初球打ち、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、